アネル・アフメドジッチは、スウェーデンスコーネ県、マルメ出身のサッカー選手、アルスベンスカンマルメ FF 所属、ボスニア・ヘルゼゴビナ代表、ポジションは DF。1999年に、ボスニア人の両親のもとに、マルメで生まれる。5歳の時に、地元のマルメ FF のユースアカデミーに入所。2016年1月にイングランドへフル。 チャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC と契約。同年夏にトップチームに昇格。12月30日のニューカッスルユナイテッド FC 戦でプロデビュー。しかし、ノッティンガムでの出場は、この1試合にとどまり、2019年1月28日にマルメ FF に復帰。7月にホブロアイーへのローン移籍が決定。加入後先発に起用され、 2019から20シーズン、途中まで19試合にゴールを記録。2020年1月に、マルメ FF に復帰後は、不動のレギュラーに定着。4月には2023年までの契約に合意。さらに11月には、DF 陣の強化を目指すチェルシー FC が、アフメドジッチの獲得を目指していると報じられた。ユース世代からスウェーデン代表でプレーし、 UEFAU-19 欧州選手権2017にも出場。2020年1月にはフル代表に招集され、9日のモルドバ戦でスウェーデン代表として初出場を果たした。ところが、同年8月に両親の国籍を行使してボスニアヘルゼゴビナ代表入りを目指すことを表明。9月に FIFA フフから国籍変更が認められ、10月8日の北。 アイルランド戦で代表祭デビューを果たした。ありがとうございます。